PGM-11 レッドストーンはアメリカ合衆国の初期の短距離弾道ミサイルである。アメリカ陸軍とベルナーフォン・ブラウンらのチームによって開発され、後に人工衛星やマーキュリー計画の有人宇宙船を打ち上げるロケットとして転用された。名称はアメリカ陸軍のレッドストーン兵器賞にちなむ。レッドストーンは ナチスドイツの V2 ロケットの技術を用いて改良、大型化された弾道ミサイルで、本体全長21メートル、直径1.8メートル、質量約2万8000キログラム。生産はクライスラーが担当した。ロケットエンジンとして25%の水と75%のエチルアルコールを燃料とし、液体酸素酸化剤として用いた A-6K を採用。 真空中の水力は 414.3kn であった。アラバマ州ハンツビルのアメリカ陸軍弾道ミサイル局でベルナーフォン・ブラウンの指揮の下で地対地ミサイルとして本格開発が開始されたのは1950年のことであり、生産開始は1952年のことであった。名称は1952年4月8日に兵器省に由来する。 レッドストーンとはこの地域の赤岩と土に由来する。初の実写試験は1953年に行われている。クライスラーが1952年にミサイルの生産と支援機器の生産を受注して、ミシガン州ワーレンのミシガンミサイル交渉で生産した。アメリカ海軍が所有する、この交渉は以前は海軍の航空機工場として知られ、 ジェットエンジンの生産に使用されていた。海軍のジェットエンジンの製造計画が中止されたことにより施設はクライスラー社によってミサイルの生産に使用できるようになった。ノースアメリカン航空機会社のロケットライン部門はロケットエンジンを供給しスペリーランド社の一部門であるフォードインストゥルメント社は誘導と制御装置を供給しレーノルズメタル社は クライスラー社の下請けとして、胴体の組み立てを受け負った。部隊配備開始は1958年6月で、射程3 2 0トルの核ミサイルとして、西ドイツ中流の第40野戦砲兵軍に配備された。これらの部隊は、西ドイツのクロイツナッハとワカーンハイムに1964年6月まで配備された。レッドストーンが配備された第二の部隊は、 オクラホマ州のフォートシールの第46特化軍で1959年から1964年6月まで西ドイツのネッカーズルムに配備された。レッドストーンが配備された第3の部隊はオクラホマ州のフォートシールの第209特化軍で1958年から1964年まで担当した。 第209部隊の最初の任務は西ドイツに、駐留する2つのレッドストーンの部隊を支援することが目的で、ニューメキシコ州のホワイトサンズミサイル実験場で、駐留する部隊の訓練を行った。それぞれのレッドストーン部隊は、打ち上げのために A と B の2つの隊によって構成され、司令部、液体酸素、液体窒素製造部、整備部等から構成された。 4機の移動式打ち上げ装置と再装填により、計8機のレッドストーンが西ドイツに駐留した4体に1964年前半まで配備された。レッドストーンの射程は57.5マイルから201マイルだった。燃焼中は25%の水と75%のエチルアルコールを混合した燃料と液体酸素を燃焼した。ミサイルの本体は、 エンジンの停止後20から30秒後にあらかじめ設定された目標までの距離に応じて分離される。本体は弾道軌道上を落下地点へ向かって制御が継続される。推進ユニットは制御されず弾道軌道上を飛行して目標よりも低い地点に落ちる。レッドストーンはあらかじめ設定された軌道を完成誘導装置によって軌道を飛行する。 完成誘導装置は、地上からの支援によらず制御されるので、外部からの妨害に対して耐性がある。レッドストーンは、初期の 500KT の W18 スーパーオルロイ、弾頭や 3.8MT の W39、水素爆弾を備えた、最初のロケット運搬型核爆弾で1958年8月に、太平洋のジョンストン島でのハードタック作戦で、使用された。 1958年8月1日に、レッドストーンナンバー CC50 が、各実験地域で打ち上げられ高度 77.8km に、達した。1958年8月12日に、レッドストーンナンバー CC51 が、各実験オレンジで打ち上げられ高度 43km に、達した。両方のペイロードは 3.75MT だった。 生産は1961年まで行われ、1964年に退役した。レッドストーンミサイルの派生型のジュノーアイロケットにより、アメリカ発の人工衛星、エクスプローラー1号が打ち上げられた。また、マーキュリー計画では、レッドストーンミサイルの派生型、レッドストーンマーキュリーロケットにより、無人機及び2機の有人宇宙船、フリーダム7及び、 リバティベル7を弾道飛行させることに成功した。ジュピター C は弾道ミサイルジュピター IRBM の前の世代の弾道ミサイルレッドストーン SRBM を改良した大気圏再突入テスト用または衛星打ち上げ用ロケットである。似通った名前を使っているジュピター IRBM とは設計が全く異なる。一段目は レッドストーン SRBM の燃料タンクを延長し、容量を増やし燃焼時間を伸ばした。エンジンは A-6 の改良型の A-7 を用いた。また、燃料はエタノール水溶液からハイダインに変更し、毒性があるが、水力と非水力を向上させた。さらに、サージェント SRBM から派生した小型の固体燃料、ロケット、 ベイビーサージェントを11本円環状に並べたものを2段目とした。その2段目の中央に第3段として同型の固体燃料ロケットが3本備わる。ジュピタシー C ロケットの上に先端の衛星と一体となった水力8 1 6ラムのベイビーサージェント固体ロケット1本を4段目として備えたものをジュノーまたはジュノーアイと呼ぶ。 このロケットモーターは最後まで衛星と分離されないで一体となって軌道を回る。マーキュリー宇宙船を弾道飛行させるためにジュピター C を元に開発されたロケットである。マーキュリー宇宙船を飛行距離約 380km、高度 220km、飛行速度時速 6800km に到達させる能力を持つ。宇宙飛行士を安全。 確実に飛行させるために必要な改良が施されている。燃料タンクはジュピター C の1段目と同様の延長拡大されたものを用いた。エンジンはジュピター C と同様の A-7 を用いた。さらに使用燃料を有害なハイダインからエタノール水溶液に戻した。マーキュリーカプセルとロケットの燃料タンクの間の部分には 後方セクションと呼ばれるロケットの完成誘導装置を含む電子機器や装備機器を搭載する部分がある。この後部セクションはロケット部分と一体となっていてマーキュリーカプセルとは分離される。分離後のカプセルは自身の誘導装置で誘導される。その他の変更点としてはレッドストーンミサイルで使用された完成誘導装置 ST-80 が レブマイナス -3 自動操縦装置に変更された。レブマイナス -3 は ST-80 ほど洗練されても精密でもないが、マーキュリーのミッションには十分な精度を持っており、その簡素なシステムは飛行を確実にさせた。レッドストーンマーキュリー型レッドストーンとジュピター C 出展デジグネーションシステムズネットハットケーガルメアリー T ザオリジンオブレッドストーン Sname.U.S. Army.Red Stone Arsenal.2010 年10月9日。閲覧。Parsh.Andreas.PGM-11。11. Directory of U.S. Military Rockets and Missiles.Designation.Systems.net.2007 年7月29日。閲覧。ありがとうございます。